リオドを打ちました。まずは今の心境を聞かせてください。疲れました。ドラゴンズ、ジャイアンツ両チームの選手に胴上げをされました。いかがでしたか。なかなかそういう経験をできる人間はいないと思うので、本当に幸せなことと思います。いかがでしたか。いや、あの会見でも話したんですけど、ファイターズで育ってもらって、ジャイアンツで成長させてもらって、最後ドラゴンズで、締めくくれて本当に幸せだと思います。最後の試合でした。どんな思いでゲームに臨んだんですか。いや、あの怪我をしないように、まあ、全力でやって、今日大輔も先発だったので、なんとか勝とうと思って試合に臨んだんですけど、まあ、負けてしまったので、この場がないと思ってたんでね、本当にこの場を設けてもらったドラゴンズとジャイアンツ両方にお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。自分らしいと思います。そして最後の打席、一球で終わりましたが、フルスイングでした。いや、あの理想はライトスタンドだったんですけど、まあ、しっかり捉えられたんですけど、まあ、あれがヒットになっていたら足が絡まってこけてアウトになっていたんでね、カメが撮ってくれてホッとしています。であると同時に一人のお父さんです。最後、涙の娘さんから花束を受け取りました。あの時はいかがでしたか。いや、昨日ね、家で泣くなよと言ったんですけどもね、まあ、本当に感謝してます。またなかなか一緒に過ごす時間がなかった、そういう風に迷惑をかけた中でサポートをしてくれたのでね、まあ、この場を借りて、ありがとうと言いたいと思います。本当にありがとう。ドラゴンズファン、ジャイアンツファン、みんなに最後届けてもらって本当に幸せです。ありがとうございました。